こんばんは。2月8日月曜日の夜ですね。平山茂です。こんばんは。今日は布団の中からお送りします。今日も仕事に行っていっぱいいっぱい走り回りました。とってもとっても疲れました。お家に帰ってお母さんの作るチゲ鍋を食べました。とっても美味しかったです。ご飯をおかわりしてしまいました。ダメだダメだダメだ、また太ってしまう。仕事をしていっぱい動いて痩せるつもりなんだ俺は。でもご飯が美味しかった。2杯も食べちゃった。いかん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 。おやすみなさい。また明日、また明日会いましょう。大丈夫だよ大丈夫、君は大丈夫だ、君は大丈夫。